国楽寺は岩手県北上市稲瀬町にある新言州地山派の寺院及びその前身で平安時代に現在の国見山一帯に栄えた山岳仏教寺院。3号は国見山または金、福山。北上市街地の東方、北上川東岸の国見山の山上及び山独一帯には仏道や仏塔の遺跡が散在し、 かつてこの地域に大規模な仏教仮覧の存在したことが明らかである。この寺院跡は国見山廃寺跡の名称で国の史跡に指定されている。日本文徳天皇実録の天安元年上に道の区国極楽寺、定学寺に預かり云々の記述があり、この極楽寺は国見山廃寺を指すものと推定されている。この寺は平安時代初期の9世紀に創建され、 発掘調査の結果から10から11世紀に最盛期を迎えたと推定される。伝承では坂の上の田村マロが遺敵幸福のため美写門展を祀ったのが始まりであるという。国見山南独の谷奥には極楽寺の事業を継承する正寺院が残っている。また極楽寺の近くにある尿遺林寺、国見山北六の立花美写門堂も、 かつての極楽寺の傍者の跡と考えられている。立花美写門堂には木造美写門天立像と木造に天像が安置されている。上記二件は極楽寺の所蔵で平安時代の作である。ありがとうございます。